はい、こんにちは、魚用品の武士さんです。今日はですね、スナップライトを使ってですね、 A3 より大きい書類をスキャンしようということでお話したいと思います。スナップライトをですね、使い始めて、まあ、1週間ぐらい経ったんですけども、まあ、非常にですね、便利に使ってます。机の上の照明でですね、置いといて、まあ、思い立った時にちょっとしたものをスキャンすぐできるという形で使っているんですけども、まあ、スナップライトの場合はですね、 A3 の大きさまでですねが、スキャナーできるんですけども、それ以上の大きさのですね、例えばですね、こんなようなゴミのカレンダーとかですね、まあ、こういうのをこの壁に貼ってくの嫌じゃないですか。これをですね、スキャナーしといて、この iPhone の中に入れておけばですね、まあ、非常に便利かなと思って、いい方法が思いつきましたのでそれを紹介します。まあ、スナップライトはですね、通常はですね、まあ、このような形でここにガイドラインが出てですね、これがですね、A4 の書類がちょうど置けるぐらいの大きさのガイドラインが出るんですけども、 A3 の場合はですね、これで写真を撮って2枚の写真ですね、撮ってですね、合成モードですればできるんですけども、私が考えたのは A3 の場合はですね、1回で撮れてですね、 A3 以上の場合は合成モードで撮れば撮れます。まあ、用意するのはですね、こういう箱なんですけど、台、まあ、とりあえずこれですね、試しにこれ使ってるんで、この箱でちっちゃい箱を2つ組み合わせて作ったんですけども、高さ18センチあります。それでですね、スナップライトをですね、このようにこの上に置けます。それでですね、iPhone をセットするとですね、ここにですね、赤いですね、このラインが出てますけども、これがですね、 A3 のですね、紙がちょうど入るぐらいなんですね。それでですね、このまま通常モードで撮影します。そうするとですね、このようにですね、 A3 の場合はですね、1回でスキャナーができるんですね。では次にですね、A3 より大きい紙ですねをスキャナーしてみます。この場合はですね、1回で撮れないんで、こちらの方のですね、合成モードで撮影します。ちょっとやってみてですね、分かったのがですね、これある程度この端っこじゃなくてですね、こっちの端っこじゃなくて真ん中に置くといいみたいですね。これで1枚撮影して、もう1枚ですね、ここで撮影します。そうするとですね、 A3 より大きい紙ですね、合成ができてカメラロールに保存できましたと。そうしますとですね、このような形でですね、カメラロールにですね、 A3 以上の大きい紙がですね、合成されて保存できました。まあ、とりあえず今はですね、このような箱でですね、使っているんですけども、高さ18センチぐらいのですね、ものを、まあ、100円ショップとかですね、そういう場所行ってですね、買ってくればですね、結構おしゃれに使えるんじゃないでしょうか。スナップライトを使ってですね、まあ、A3 以上のですね、書類をですね、スキャンする方法をちょっとやってみました。いかがでしたでしょうか。また使ってみてですね、面白い使い方があればですね、紹介したいと思います。最後までご覧になっていただきありがとうございました。感謝します。またいろんな動画をですね、アップしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。